サイベースは関係データベース管理システムやデータベースに関連した製品を専門とするソフトウェア会社である。サイベースはまた同社の代表的 RDBMS 製品であるアダプティブサーバーエンタープライズを意味することもある。2010年5月12日 SAP による買収合意が発表された。サイベースの最初のアーキテクトはロバート・エップスタイン博士とトム・ハギンである。 二人は、ブリトンリーとカリフォルニア大学バークレー校のコンピュータサイエンス学部で働いていた。UC バーカリーで開発され、当時、画期的であったユニバーシティ・アンクラ。関係データベース管理システムは、後に、ブリトンリー・サイベース SQL サーバー、アングラ、インフォーミックス、ノンストップ SQL や、その他の現存する SQL データベース管理システムに発展していった。 サイベースはマイクロソフトと提携してソースコードを共有し、マイクロソフトは OS にプラットフォームでサイベース SQL サーバーを販売した。これにより、サイベースはオラクルに次ぐ第二の関係データベースとなった。当時としては新しい概念であったストアドプロシージャや楽観的ロックなどを実装し、データベース管理システムにクライアントサーバーの概念を実現した。 その後、他社の技術的なキャッチアップや、製品的問題などにより、シェアを落としているが依然として、重要なデータベース技術を提供している。サイベース製品を一家に列記する。インターナショナルサイベースユーザーグループの参加に、世界各国にサイベースを中心としたユーザーグループがあり、ISOC から会議やイベントの支援を受けている。SAP がサイベースを58億ドルで買収。 ビッティメディア、ありがとうございます。